また宴を開こう。僕たちは最後の宴に招かれた十二使だよ。もうじき会える。もうじきもう終わりは近いだろうって。いつですか？次の春までには解けなくては。リンは呪いを解こうとしてるんだ。なんでそんなことをした？君はいつかいなくなってしまうかい？殺してやる、僕と十二使のみんなの絆を。落ち着け、アキトを裏切るな。あれがもののけの声だ。どうしてお前は僕を裏切る。悲しさが螺旋のようにつながって、どうしたらいいのか。泣いとけ。同情でも哀れみでもなく、今日を一人の人間として好いてくれているだろうかと。私は教訓をただ呪いからも誰からも奪われたくない。伝えなきゃいけない、俺が普通の人間とは違うって。マジ？俺がもし容赦なく自分を責めるその姿は、なんて愚かで愛しいんだろう。信じろ、幻滅なんかしない。時は動く。君を置いて行かないで。僕を置いて行かないで。なんで最初から僕を突き放してくれなかったんだ。見捨ててくれなかったんだ。僕を殺し続けたんだ。好きですよ、アキト。ここでずっと君が来るのを待っている。